民主主義の確立に命を燃やした泉和夫さん。泉さんは1963年広島県で生まれました。京都大学法学部卒業後、産経新聞に入社。その後、オーストラリアでの生活を経て、1998年、弁護士登録をしました。弁護士として取り組んだ事件には、山一抵当証券事件など、社会的な注目を集めるものも多く、NHK 番組改編問題や沖縄密約事件、グリーンピース・クジラ肉裁判など、言論の自由や知る権利をめぐる裁判を多数手掛けました。沖縄密約事件で関われたことっていうのはとっても良かったですよね。あの事件は当然勉強してる時にも教科書で読んでるような事件ですから、情報を共有しようっていうね、テーマとまさに合ってたので、そういう意味では、本当にこう、いや、この事件に関われてよかったなというふうに思いましたね。泉さんは民主主義への強いこだわりを持ち、誰もが平等に情報を得ることの重要性を主張してきました。2005年には情報流通促進計画やめ文ブログを立ち上げ、眠る時間を削って毎日のように憲法やメディアなどに関する記事を更新しました。誰もが放送に参加できるパブリックアクセス制度を知った泉さんは、その後弁護士仲間とインターネットメディア NPJ を設立。以来編集長として弁護士とジャーナリストの二足のわらじを履くことになります。この頃マスコミはなぜマスゴミと呼ばれるのか。審議会革命、英国公職任命コミッショナー制度を相次いで執筆。マスコミを批判するだけでなく、より良いメディア制度を実現しようと力を尽くし、コミュニケーションの権利を考えるメディアネットワークのメンバーとして、また日弁連の代表として政府の審議会や国会などさまざまな場で提言を行いました。今検討されるべきことは、放送行政をいかに政府から独立させるか、政治的に利用されないような仕組みを作るかということです。知ったことを伝えるっていうね、ことをやっぱり自分としてやっぱ実践したいなっていう思いもどっかからそう思ったんですね。結局ブログを始めることになったきっかけが、さっき言ったその憲法改正の国民投票案で、あれも知った時は本当びっくりしましたから、えって思って、結局メディアがその法案について間違った情報を流したら、なんかその罰則を食らうんだみたいな、ね、内容だったと思うんです、当初のは。でそれ誰がじゃあ間違ってるかどうかを決めるのかと、それとも完全に批判できなくするための法案だと、もうそれも明白だったん でこれが全くと言っていいほどメディアでは報道されていない中で、もう作られようとしていることについて本当びっくりして、この時にこう始めて、さらにさっき言ったそのメディアの仕組みとかどんどん学んでいくにつれてっていうことで、まあのめり込んじゃったっていうんですかね。異常事態を知らせるいわゆる重症通報、原子力安全保安漏れてないのに放射性物質を外に出すんだったら、それは犯罪ですよ。いやいや、個別じゃなくて、これ重大なことだから確認してください。いや、意味分かってます？漏れる、放出する必要はないのに、放出するというで必要があるという情報を上に上げて、政府に上げて、その政府がそれに基づいて命令を出したとしたら、それは犯罪ですよ。東日本大震災が起きた2011年3月11日以降は、東京電力や政府の統合対策室などの会見に日参し、情報の隠蔽を続ける東電や政府に対し厳しく追及を続けました。しかし記者会見に通う中で徐々に腹部の違和感を抱くようになり、5月下旬精密検査を実施。検査の結果、胆のうがんによって余命が半年であると告げられました。正直やっぱショックですよね。それは間違いないです。それもとってもショックで、
まあ、半年なりね1年なりという限られた期間ということで自分がその期間をまあ生きなきゃいけないということが、まあ、そのショックであるんです。ただまあそうは言ってもまあ、いずれねそれは誰しもがそういう時を迎える。で今回その、まあ、震災があって多くの方がそのとても何の準備もなくいきなり命を奪われてるわけですよね。そういうことを考えれば、まあ、自分はとってもこうまだ恵まれてるっていうふうに思ってます。ひずみさんは闘病生活を続けながらも再び東京電力の記者会見に参加することを決意。痛みに耐えながらも数々の本を書き上げました。私はその自分が一番最もやりたいことっていうのはやっぱり、情報がちゃんと伝わるような仕組みをですね作りたいっていうことなんですよね。なんとなくこう自分が求めているゴールっていうのがとっても高いなっていうのは分かってるんですよ。それは多分直ちには実現されないだろうなっていうふうには思ってるんです。直ちには。だからまあなんとなくね種は残せればなっていうぐらいですかね。自分で今思ってるのは私が願ってることっていうのはその東電原発の問題だけの問題じゃないんで、あそうそういうところに問題があるのかということをこう共有してもらえる人がどんどん増えて、将来的にそういう問題が解決できればなと思ってます。全ての人が政策決定に参加する仕組みの実現に最後までこだわったひずみさん。6月12日夜8時28分静かに息を引き取りました。